第二次世界大戦のイタリア戦線は、第二次世界大戦において1943年7月9日の連合軍のシチリア登場陸から9月8日のイタリア王国降伏を挟み、1945年5月まで続けられたイタリアにおける戦いである。イタリア降伏前は、イタリアドイツの数軸軍が連合軍と交戦していたが、イタリア降伏後は、 イタリア占領を行ったドイツ軍と、親ドイツ派の一部イタリア軍が、連合軍及び、イタリア王国軍と交戦した。連合軍のイタリア上陸計画イギリスアメリカ軍のシチリア島上陸作戦の成功の結果、1943年7月24日、ムッソリーニは逮捕、遊兵された。新しく、政権を組織したのは、ピエトロ・バトリオで、対外的には、 戦いの継続を表明していたが、連合軍のイタリア半島上陸と同時に、連合軍との休戦を表明した。この休戦の結果、ドイツ軍はイタリア半島全土を占領した。また、ドイツ軍は遊兵されていたムッソリーニを救出し、区別政権のイタリア社会共和国を作らせ、イタリアに増援部隊を送り連合軍との交戦を続けた。南北に長く、 東西に短い山がちなイタリア半島の地形を利用して何へもの陣地線を敷き、その結果イタリア半島に展開したドイツ軍が降伏するのは終戦間際になってからだった。イタリア侵攻も参照ドイツイタリア軍の防御戦、北部アペニン山脈に展開したアメリカ陸軍の駆逐戦車 M10。連合軍は百四十三年八月十七日にシチリア島を解放。 続く9月3日にイタリア半島の先端部に上陸し、9月9日にサレルのターラントへ上陸を行った。水面下で連合軍との降伏交渉を続けていたバドリオ政権は連合軍の上陸と同時に急戦を表明した。ムッソリーニの逮捕から後、バドリオ政権に不審な動きがあるのを察知していたドイツ軍はイタリア降伏によっても浮き足立つことなくただちに、 舞台を展開させ、イタリア軍を武装解除、主要地点の占領に入った。イタリア北部はエルビン・ロンメル元水が、イタリア南部はアルベルト・ケッセル・リンク元水が指揮を取り9月下旬には、イタリア半島をほぼ占領した。連合軍は、バドリオの提案に乗る形で、イタリア半島への上陸と同時に、ローマへ空挺降下して、イタリア軍と共同で、 ローマを制圧するジャイアント作戦を計画。米82空帝師団長のマシューリ・ジーウェイは、テイラー淳将をローマに送り込んで、イタリア軍を偵察させたが、兵員や武器弾薬の不足、ドイツ軍の展開などを理由に、作戦中止を決断、師団の壊滅を免れた。バドリオの政府は、急戦を表明するやただちに、イタリア半島南部のブリンディ氏に脱出した。この後、降伏文書に上院。 ドイツに戦線布告を行った。ただし、連合国に加入したわけではなく、共同参戦国という扱いであった。一方、9月に逮捕され遊兵されていたムッソリーには、オットースコルゼに率いるドイツ軍部隊によって、救出され、ドイツの後押しで、イタリア北部に、イタリア社会共和国を樹立した。しかし、サロ共和国は、ドイツの傀儡政権でしかなく、 何の権力もない名前だけの存在であった。イタリア半島南部から北上してくる。イタリア半島は山勝ちであるため防御側に有利で戦車を効果的に使えない連合軍の進撃は非常にゆっくりとしたものであった。しかしその背後ではパルチザンが徐々に活動を広げ補給の妨害などを始めていた。年が明けて1944年1月上旬、連合軍は ラーピードガはガリラーの川沿いのグスタフ戦に達しアンツヨでの上陸作戦とこうしてローマへの北上の障害となるカッシーノ付近の数軸軍の制圧を目指した1月17日連合軍はトカを開始22日にアンツヨで上陸作戦を開始したカッシーノでのトカは撃退されたものの上陸作戦の方は数軸軍に備えがなく成功したここで 上陸部隊の指揮官米第六軍団長ルーカスは、拙速なローマへの進撃を避け、当面は、現状の上陸共闘法を維持し十分な戦力を集めることに専念するよう主張した。連合軍の動きが止まったのを見た、ケッセルリンクは、安置用に増破し2月中旬反撃を開始、連合軍の共闘法は分断されてしまった。この失敗と、すでに、ノルマンディ上陸作戦。 南フランス上陸作戦の準備に入っていたため、連合軍はこれ以上のイタリアでの上陸作戦を断念、米第五軍がグスタフ戦で攻勢をかけることにした。この頃、カッシーノの数軸軍は川沿いからは交代し、山頂の要塞化されたベネディクト海修道院とその背後のおねずたいに陣地を敷いていた。連合軍は2月から3月にかけて予備の自由フランス軍、 自由ポーランド軍も投入し、川沿いから直に修道院へ攻め上がるルートで、激しい爆撃の中4度攻撃をかけたが、ことごとく失敗。連合軍はさらに戦力を整えるため攻勢を中断、5月まで戦線は到着した。5月連合軍は数カ所で同時に行動を開始、17日ポーランド軍が東からオネのドイツ軍陣地に攻撃を開始、 その間自由フランス軍が修道院の西から回り込み、グスタフ戦の裏の小人地戦まで進撃。23日には、アンツヨでも攻撃を開始、数軸軍の陣地戦は完全に崩壊し、カッシーのアンツヨ間で包囲される危機的状況であったが、米第五軍は南下せず北のローマを目指したため、数軸軍は抵抗しつつ、中部イタリアの陣地戦まで交代した。 ゴシック戦に向かうアメリカ第370、不評連隊1944年5月、カイザー戦が突破され、6月4日、イタリア首都ローマが陥落したが、ドイツ軍は、イタリア中部に、ビテルボ戦、トラジメーノ戦、アルノ戦、ゴシック戦という世への防衛戦を敷き直し抵抗を続けた。しかし、アルノ戦まで連合軍の突破を許し、8月11日フィレンツェが陥落した。 だが、連合軍は、南フランス上陸作戦のため一時攻撃を中止し、9月以降、ゴシック戦で両軍の睨み合いが続いた。1945年1月、連合軍は、攻撃を再開しゴシック戦を突破したが、ドイツ軍は、イタリア北部に、ジンギス艦船、ポー戦、ベネツィア戦、アルビーノ戦という世への防衛戦を敷き直し抵抗を続けた。ただ、 すでに背後のフランスプロバンス地方は陥落しており、抵抗は限定的なものであった。ポーカワ沿いのポーセンまで後退すると、連合軍のミラノトリの方面への突破を許し、連合軍はフランス南部へ進撃した。同時に自由フランス軍もアルプス山脈を越えて、バルレ・ダオスタ州のアオスタへと進攻し、東部国境付近では地頭を率いるユーゴスラビアのパルチザンが格乱工作を展開した。 連合軍の進撃と各地におけるパルチザンの放棄によりイタリア社会共和国は事実上瓦解。ムッソリーニはドイツ軍の保護のもとでイタリアからの脱出を図ったが4月28日に愛人のクラーラペタッチと共にパルチザンに捕らえられ即刻処刑されてその遺体が民衆の前にさらされた。ヒトラー自殺のわずか2日前であった。詳細は ベニートムッソリーニの塩山椒アルプス山脈まで追い詰められていたドイツイタリア方面軍司令官フィーティングホフは4月29日連合軍に休戦を申し込み5月2日に降伏。これでイタリアの戦いが終結した。ありがとうございます。